ドジャース、グラスノー、マワーと偉大な関係性だった。ドジャースの監督開幕シリーズで開幕を投手を担ったドジャースのエース、タイラー、グラスノー、203cmの長身から投げ下ろす最速101マイルの速球と縦に大きく割れるカーブの2球種で三振の山を築く本格派、パイレーツとレイズの2球団で活躍し、今シーズン5年総額約200の大型契約でドジャースに入団した。パイレーツでエースだったゲリット・コールに匹敵する高素材という評価もあるが、現時点ではリリースポイントが不安定で制球に難がある。また牽制やクイックにも課題が残っている。コールと比べたらカンヤオ、グラスノ通算30勝、コール通算145勝のサイヤング勢。グラスノ韓国シリーズは確かに制球定まってなかったな。井口にダメ出しされまくっとったな。バント処理もミスってた。2メートルの投手にバント処理させちゃダメだろ。でも見た感じ、これぞメジャーの本格派って感じだよな。富士よりでかい。コントロール悪いけど藤波に比べればはるかによく見えた。まあ今のメジャーのザ本格派って言えばコールだよな。てかコールとバワーって大学の同級生だよな。昨シーズン横浜ベイスターズでプレーし、今シーズンからメジャー復帰を果たすためメキシコリーグのレッドデビルズと短期契約を結んだトレバーバーは、バウアーとコールは名門カリフォルニア大学ロサンゼルス校 UCLA で同級生でダブルエースの関係だったことで知られている。実はバウアーとグラスノーは高校時代先輩と後輩の関係だった。2人はウィリアム S ハート高等学校時代3年生と1年生の関係だった。まあバウアーはほぼ先生と下から見なかった変人だったらしいから絡みなかったやろ。野球を物理学で解析する研究で先生と議論してたらしい。この高校もめっちゃ名門なんやろな。のちに UCLA 行くくらいやからな。バウアー高校時代と大学時代はめっちゃ自分の殻に閉じこもってたって言うけど、今の姿からは想像つかんよな。今は行動力の塊だからな。秋葉原とか京都とか渋谷とか休みの度に繰り出してたな。てかバウアー日本に帰ってくる可能性あるん？メキシコリーグで5試合登板する契約結んだ。そこでいい結果出す、メジャーのどっかが獲得ってシナリオが叶わないと横浜の可能性もあるかもね。もうええよバワーは、メジャーにこだわりすぎ。それは日本でプレーしてる選手たちも同じやろ。やっぱ世界の最高峰だからな。野球が好きなみんなはポチッとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。